札幌すすきののホテルで男性が殺害され首を切断された状態で見つかった事件の続報です。周辺の防犯カメラに男性とともにホテルに入った人物が一人で退出した後タクシーや車に乗り込む様子が映っていないことが分かりました。捜査本部は引き続きこの人物の現場からの逃走手段について調べています。男性の遺体が発見されてから5日経ちますが今日も警察は現場検証を行っています。この事件は2日、札幌市中央区にあるホテルの客室で恵庭の男性会社員が殺害され首が切断された遺体で見つかったものです。頭の部分はまだ見つかっていません。現場のホテルに入った時男性は黒っぽい大きなスーツケースを持った人物と一緒でした。この人物は小柄で女性の服装でした。ホテルに入る時には白っぽい服を着ていましたがおよそ3時間半後一人でホテルを出た時は黒っぽい服でリュックを背負ったように背中の部分が膨らんでいたということです。このスーツケースを持った人物はホテルを出た後一旦南へ向かったもののなぜか引き返してきてその後西の方向へ歩いていく姿が近くの防犯カメラに映っていました。捜査本部は周辺の防犯カメラを解析してスーツケースを持った人物の足取りを調べていますが捜査関係者によりますとこの人物がタクシーや車に乗り込む様子は映っていないということです。捜査本部はこの人物が大きなスーツケースを持っていることから徒歩で現場周辺を離れた後車や交通機関などを使って移動した可能性もあるとみて捜査の対象の防犯カメラの範囲を広げるなどして事件後の足取りを調べています。